ところだったですけど、まあ、一つアン選手の良さが出ましたね、はい、さあ田中達也のスピードクロスが入ってくるアンのヘディング、アン・ビョンジュン先制点、熊本1点を先制しました。絶妙なクロスに、はい、本当時間が止まったようなクロスでしたよね、はい、ちょうどこうアン選手の走り込んでくるコースに来たボールに対して、まあ、アン選手の気持ちのこもったゴールが生まれましたね、はい、田中達也がスピードで振り切ってそしてクロス走り込んできたアン・ビョンジュンのヘディング、まずこのクロストップスピードで走りながらね、このワンタッチで上げるクロスって本当に難しいんですけど、